おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします山本周五郎乱前編 マツコは中原良太夫の娘だった中原は菅和家の登園にあたるので良太夫とその妻が愛前後して亡くなるとすぐ幾之助の父氷左衛門が彼女を家に引き取った不幸な境遇のためだろうが初めは口数の少ない陰気な子だった十三歳になるまでいつも一人で ベスを描いているという風だったがやがて背丈の伸びるに従って顔立ちも明るく身振り声つきも際立って美しくなった平三郎と郁之助がその変化に気づいたのはほとんど同じ頃である同時にお互いが引きつけられている感情の深いことも分かったこういう関係はまれでもなく しばしば愚かしい結果を招く例も知っているので、二人は必要以上に慎み通した。もちろん、そういう状態が長く続くものではないこと、いつかは苦しい瞬間に当面しなければならぬということは分かっていた。なぜなら、二人はそれほど深く、強く、松子を愛していたからである。 介の,の心は静まらなかった平三郎から自分が嫁にもらうと告げられた時はむしろ心の緊張を解かれたようにさえ思った全く平成ではなかったにしても確かに一種の安堵に似た気持ちを感じたそれが時の経つに従って苦痛が強くなりもう取り返しがつかないという絶望的な悲しさが 激しく胸を締め付けるのだった。ことはすでに決定している。どうもがくすべもない。奇跡でも起こらない限り、マツコは手の届かぬ存在になってしまうのだ。ああ。幾之助は幾百度びうめいたことだったろう。ああ。 彼がマツコにそのことを話したのは苦痛と絶望に耐えられなくなったからであるその時彼女は病床から起きて初めて髪を上げたところだった風邪をこじらせた程度の患いなのでやつれるというほどではなかったがみずみずしく髪を上げているためか頬から首筋の辺り肌が薄く透き通るようだったし潤みを帯びた目元や どこかしら力投げな見こなしなど全体になまめかしいほど老をたけて見えたそれでなくとも幾之助は毒を飲むような気持ちでいたが常にない松子の美しさと話を聞いた時の匂いうような恥じらいの品とは無残なほど彼を打ちのめした私にはお返事の申し上げようがございません 彼女はまつげの長い目を伏せ膝の上で固く両手の指を絡み合わせながらおののくような声でこう答えた「おじさまやおばさまのおっしゃるようにそしてあなた様のおぼし召しどおりにいたしたいと存じます」「もちろん否定の色はいささかも見えなかった」「すべてが終わったこれ以上は未練だ」 心の内でそう自分に言い聞かせんながらしかしおそらく顔は青ざめたことだろう幾之助は追い立てられるような気持ちでその部屋を出た明くる日のことだった常駐で昼下の休息に平三郎の詰め所へ行くと金寿番の者が5人ほど集まって何か論じ合っていたみんな硬い表情で 険しく目を光らせて膝を突き合わせるような姿勢をしていた平三郎だけはいつもの淡正さを失わず目を伏せ口を引き結んで彼らの言うことを聞いていたが入ってきた幾之助を見ると手を挙げて話を止め少し取り込んでいるから下城の時と言った幾之助はうなずいてそのまま引き返した 午後かからにわかにわ冷え始めた少し遅れた平三郎を待って一緒に城を下がってくると空は白日になり頂上と打ち重なる四方の山並みの上に雪を思わせるネズミ色の雲が押し付けるようにじっとのしかかっていた脇や登録がまたやった。手門を出ると すぐに平三郎がそう言った増島三之丞と中原又作を馬場へ呼び出して仲間で問い詰めて中原は腕を折り三之丞は頭を割られたそうだ困った幾之助は黙って眉を潜めた黄金寺山から吹き下ろす風は武家町の広い乾いた道に誇りを巻き立て 木々の枝に散り残った枯葉を引きちぎっていった悪いことには若い者の間にだんだん脇屋の勢力が広がっていく粗暴と公害がわけもなく壮烈に見える年頃だ捨てておくと取り返しようのないことになる確かにあれは将来きっと癌になる幾之助は低い 囁くような声でこう言ったなんとかしなければならない心から半径を思う者はそう考えているのだろうけれどこういう俺自身でさえやはり手をつかねているのだからアキ屋アはそれを見通している刀の絵に手をかけることが自分の存在の強大さだということそして人が亡霊に対してたやすく立つものではないということ 彼はそこを根にして伸び上がるんだ悪はそれ自身では決して成長しないものだだがと幾之助は言いよどんだだが正しさを守るために払う代価は必ず大きい従って支払う時期と方法はよほど確かでなければならない菅和の屋敷は下元禄にある 別れ道へ来た時平三郎は町屋の方へ足を向けたまだ何か言い足りないようだったつま先上がりになっている道を二人は九頭竜川の方へ下っていった町の軒に黄昏の色が濃くなり凍るような風が家々の日差しや木立や枯れた道草をひょうひょうと鳴らしていた暮れていく光の彼方にぞっとするほど冷たく 川の流れの見えるところまで行って二人は元へ引き返した松子へは話をした別れる時幾之助はそう言った「依存はないようだ平三郎は友の顔を見るに堪えなかったのだろう脇を向いたまま「ありがとう」と言った「しぐれの降る日だった」 昼少し前に平三郎が幾之助を詰め所に訪ねてきた今国老に呼ばれたのだがと平三郎は座るより早く口早に言い出した「江戸財布中の能の登の神から使いがあって将軍家より小笠原流霊峰を聞きたいという仮名だからしかるべきものを出布させるよう自分の考えでは幾之助か平三郎がよかろうと思う」。 そういうい意味のすみつけがきたそれで家臣相談の上自分に出布するようにと申しつけられたというのであったともかく考える時間をもらってきたが平三郎は常になく押しつけるような調子で言ったこれは俺の役ではないと思う是非そこもとに出てもらわなければならない そうお答えするつもりだから頼む。せっかくだが断る。重役型合議といえば軽くはない。他のこととは違って、お家伝統の大事だ。誰の目にも、そこだということは動かないだろう。お受けすべきだ。だが俺は、平三郎は畳みかけるようにこう続けた。俺は、 今江戸へ行きたくないんだ。松子さんとの話もまとめたいしそんな私事が事態の理由ならなおさらだよしそれだけでないにしてもと幾之助は脇へ目をやりながら冷ややかに言った御用はさして長くかかりはしないだろう二人のうち一人勝山に残るとしたらそれは俺だよ その言葉には何か意味があるのか格別な意味はないただ何をするにもそこもとと俺とは力を合わせなければならない二人が一緒にいて固く手をつないでやれば大抵な困難は打開できるしかし一人ではいけないそう言いたかったのだ平三郎はうなずいた 菊之助が彼を残したくないのは脇や登録との間にきっと何か起こると察したからだ確かに平三郎はそのことを考えていた「穏健な菊之助がいては果断な手段を取りにくい江戸へ立たせた後、然かるべき機会を作って一挙に登録らを抑えてしまおう」そう心を決めてきたのであった。 けれども幾之助はそれを推察してしまった。そして推察した以上は動かないことは明白だ。二人一緒にという言葉を拒むことはできない。平三郎は虚しく詰め所から出ていった。 RKB アナウンサーの田畑龍介です橋本由紀ですす橋本 RKB ラジオ『田畑龍介グロウアップでは気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースをわかりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中ですジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治明治大学教授飯田康之さんは経済長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学この他にも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸金文解説委員長日系 ネクスト編集長山根紗友紀さんスポーツ文化評論家玉木正之さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好洸平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑竜介グローアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です